はい、こんにちは。ご視聴のほどありがとうございます。今回は夏の登山のテント泊装備一式の紹介をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。実はですね、行く場所はまだ悩んでおりますので、多少行く場所によって変更はあるかと思いますが、おそらくこのメインのね、装備はこの内容になるかと思います。ではウェアの方の紹介で足元から行こうと思います。こちらシューズ、アルトナのオリンパス4のモデルになります。メガグリップ厚さが 3.3 センチで、トレランシューズで非防水で、トレランにしてはやや重たいんですが、その分つま先の部分のガードとかもしっかりしているゼロドロップシューズです。はい、とても気に入っております。で、2022年に7月にこれの新しいモデルの5が発売されるそうなので、これがダメになれば次はそれにしようと思ってます。で、この靴ひも部分、これはですね、石井スポーツで売っている1100円ほどだったと思うんですけど、こういうバンジーコードで調整できるね、靴ひもに交換してます。これによって脱ぎはぎが非常にスピーディーになったのと、靴ひもを締め直すというのも非常に簡単になりました。ただきつく締めると足の甲が痛くなります。で、中に入っているインソールは星野の、インソールで、これもゼロドロップのインソールになります。 B プラス、これによってね、バランス感覚がより良くなってますので、非常にいい組み合わせかなと個人的に思っております。で、ソックスはアトリエブルーボトルの旅型のソックスで、これによって足が若干蒸れにくくなっているかなと思います。で、ショートゲイターティートーンブロスですね、これによって砂や砂利がね、このくるぶしから中に侵入するのを防いでくれます。で、ショートパンツでいこうと思うんですけど、大和道の DW オリーブカラーですね。はい、で、直接肌にダイレクトにメリノの T シャツを着ようと思うんですけど、ヘンリーネック型のね、これはあのスマートウールの150の薄手の、メリノウールの T シャツになります。で、その上に大和道の UL シャツ、これを着ます。で、グローブはですね、フィンガーレスタイプのノースフェイスのグローブで、タオルは、エアライトタオル、シートサミットですね、 M サイズのものを持っていきます。で、帽子はですね、マイルストーンの軽量な帽子で、防水グローブ、まあ、オーバーグローブですね。つい最近登山に行ってきました。大雨の中でね、登山をして、気温も12度で、稜線に出ると風が吹いている状態で結構寒かったんですね。で、手がかじかんできた時にこのオーバーグローブをしたことで、だいぶ防寒ができてよかったなというふうに感じました。で、これは DCF 素材でできている、メルカリで購入したミトン型のグローブになります。で、行動中に保温着としてですね、お腹に巻きつける腹巻き、大和道のアルファダイレクトでできているアルファ腹巻きになります。これは通年通してよく使っております。冬場のキャンプの時もバイクで行く際に、これを巻いて中にカイロを入れてですね、腰痛対策にしたりとかですね、テント泊で寝る時もお腹に巻いて寝たりしております。で、行動中もね、オーバーヒートすることが全然ないので、とても気に入っております。で、この白いのが、同じくアルファダイレクトといった素材でできているセンチデザインズのラークというモデルになります。簡単に言いますと、超薄手のフリースで汗抜けがいいフリースだというところです。はい、で、レインウェア兼ウィンドウシェル、オールウェザージャケット、大和道ですね。はい、これ実際その参考中にこの前使っておりまして、大雨の中でもね、結構雨をしっかり防いでくれて汗抜けがいいので、中で結露しづらかったです。で、またとても軽いんですよね。はい、で、足元のレイン、パンツではなくレインスカート、腰にすぐ巻きつける形になりますので、行動中でも装着が比較的簡単だっていうところですね。で、防水性があって、なんといっても軽いで、ただし膝下ぐらいまでしかカバーできませんので、ふくらはぎより下は濡れてしまいます。で、そもそもですね、シューズ自体もこの非防水のシューズでいきますので、もう行動中に動きながら自然乾燥で乾かしていくという考え方です。はい、で、もう一つ日傘ですね、レイン、まあ、雨予防、紫外線防止ですね、これはゴッサマーギアの、軽量な傘で、こちらのザック、ハイパーマウンテンライトギアのウィンドライダー2400のショルダー部分にですね、アンブレラホルダーという G-PAX のものを搭載してますので、両手をずっとそのまま
何て言うんでしょう、何も持たずに、使えるという状態にしております。はい、でスマートウールのペットボトル 700ml でキャップはワンタッチで脱着できて、こうクリップで引っ掛けるようにしております。これによってね、いろんなところに自由に装着することができます。まあ安定感がちょっとないので気をつけないと、ね、落っことしてしまうというリスクはありますのでね。はい、でソーヤの浄水ですね、マイクロフリーズ、僕が持ってるモデルでは多分旧型だったのか、前はキャップがこう脱着式のタイプだったんですよ。でそれも硬くて結構付け外しが煩わしかったんですよ。でキャップどこ行ったどこ行ったってなってたんですけど、このキャップをですね、このスマートウールの中で使う、スマートウォーターに使ってる同じようなキャップに交換したんですよ。そしたらとても使いやすくなったので、これはね非常に個人的にねやってよかったなと思ってます。でウォーターパック、これはですね、エバニューのウォーターパックを使ってます。はい、では次は食材やクッカーに関してなんですが、まずですね、そうですね、これ竹の板、まあ、平行間隔を取るためのね竹の板と、タイベックスシート、地図ですね、これがランチョンマット代わりにして食材をなります。テーブルというのは特に持っていきません。はい、で予備の燃料としてこのファイアードラゴンの、バイオエタノールで出てきているこの燃料ですね、まあ予備として持っていきます。でスポークは MSR のスポークになります。でここからクッカーに関してなんですが、クッカーについて最近実はちょっと前々から気になってたことが、あのスタッフサックに入れてるとこの脱着が煩わしいなと感じることがたびたびあったんですよ。でスタッフサックどこ行ったっていうのもあるし、で今ねこういうねシリコンバンドでこう 固定するようにしたらとても使い勝手が良くなったので、今後はねこういうシリコンバンドで固定するスタイルでいこうと思います。はい、こちらがアルコールストーブ、ファイナルフレームギアのものになります。約 12g ほどになります。でアルコール燃料はこれはですねエバニューの 30ml のボトルになります。で 30ml のメモリがここについているわけですが、実際はですねもう並々1杯目1杯入れてますので、まあ、40ちょっとあるかなっていう状態にしております。はい、で風防兼ごとく、これはサンポーズファンライトギアのチタン製のものになります。こちらをこのように置きまして、湯沸かしはですねこちらフリーライトの600のチタンのマグポットにこうやってお湯を沸かします。で飲み物はこちらのエバニューの300のチタンマグで、スープ類、例えばですねこちらにあります卵スープなどね、はこのエバニューのデミタスカップ220でいこうと思ってます。あとはビッグライターでしょ、セーム側ですね、こう厚いところこうやってね持ったりとか、あと地面を傷めないようにね、アルコールストーブの下に引いたりしております。はい、続きまして、こちらジップロックのスクリューコンテナに、この中にはカップヌードルを入れてですね持っていこうと思います。で食べ終えた後に食材などの袋とかゴミが出たところを全部この中に入れて、ゴミ箱というような感じでね入れて持って帰ろうと思います。ウルトラランチのカバーをつけております。はい、で行動食でちょっとここにねすいません持ってきてないのがナッツ類、まあ、僕はピスタチオやカシューナッツ、アーモンドであったりピーナッツをね食べながら、行動食として使うのと、途中でちょっと甘いものを食べたいなっていう時にこのマナバーのラムロレモン、これが個人的に好きです。でソイジョイのアーモンドチョコレートと、これは京都のねブルーボトルカフェというところで購入した羊羹ですね。はい、こちらを持っていこうと思います。はい、で天場についての食材なんですが、ビーフシチューで卵スープで、アルファ米ではなくですね無印良品のこのナン、これを持っていこうと思います。でちょっとお肉も食べたくなるのでイオンモールで売っているこれ湯煎で戻せるねコンビーフなんですよ。これ結構美味しくて、ただしょっぱいですけどね少しね、まあ、登山には適してるかなと思
アミノ酸をね補充するのにこれを持ってきます。で朝食はですねこの無印良品のレモンケーキで、あと少し果物が食べたくなったりするのでこういうリンゴチップスのドライフーズのものを持ってきます。で食材を入れる用の袋としましてはラストフロンティアデザインのねこれ4リットルサイズのものの中に入れてます。これも SNS で皆さんよく紹介されているのでそれに触発されて購入したんですけど非常にね滑りが良くてね開閉が楽なのでとても使い勝手がいいスタッフサックだなと思っております。はい、エマージェンシーはですね、キズパワーバンド、耳栓、歯ブラシ、アロンアルファ、ロキソニン S、 それからロキソニンのテープであったり綿棒であったりですね、ウェットティッシュ、ボディタオル、それからですね、日焼け止めクリーム、であと錠剤、アイマスク、カイロ、ダクトテープで、こちらの錠剤なんですけどね、これ実はYouTube で最近よく見させていただいている GGM チャンネルさんという方がいらっしゃってですね、その方も僕と全く同じで高山病に悩まされている方だったんですよ。で実は僕も 2300m あたりを過ぎるといつも高山病になってたんですけど、ロキソニンなんかを飲んでもねやっぱり若干頭痛いんですよ。で、おすすめされたのがですねダイアモックスっていう薬、こちらがですね高山病に非常に効きますよということで実際に、個人輸入でね、医薬品で処方箋なので個人輸入で購入いたしました。個人輸入はね違法にはなりませんのでね、はい、でこれを今度持っていこうと思います。ですから高山病で悩まされている方はね、ぜひこれ使ってみていただいてはどうでしょうかというふうに思っております。はい、で、次ですねテント内系の話になるんですがまずは照明からいきましょうか。はい、モバイルバッテリーとロビーの小さなね、ランタンというか懐中電灯ですね。これは帽子のつばにつけてヘッドライトとしてね朝早く動き出す場合であったりに使おうと思ってます。でキャリーザさん、キャリーザさんはですね、今回のね持っていくテント、これね G-PAX のプレックスソロという新しく新調したテントを持ってきます。 300g 台の超軽量テントですね。はい、先ほどちょっと試し張りを少ししたんですけど、はい、1人で使う分には全然余裕で何よりも軽いっていうのがねいいですね。でアルタプレックスっていう少しこれより一回り大きい背の高い中の広いテントも使ってたんですけど、そちらはですねトレッキングポールを延長させるためにトレッキングポールジャックっていうものがいるんですね。これはねそれ必要ないですよというところです。でペグはですね、このようにまあ、超軽量なね1本 6g の、G-PAX のトレッキングポールと1本だけですねこうチタンのネイルペグを持ってきます。硬い場所なんかですとこれで一発穴開けてからですねこれを通せばペグを傷めずに済むということですね。それでもねめちゃくちゃ軽いです。10本ほど入っております。はい、でこのテント内にはですね照明をぶら下げるようなところがないものですからトレッキングポールでこう立てるんですね。でトレッキングポールはゴサマギアの LT5、 これを1本持っていってトレッキングポールにですねこのキャリーザさんをですねこのようにこの指がトレッキングポールだとしたらこれに巻きつけてこういうふうにね固定をするという形にしております。はい、でテント内のマットは山と道の UL パッドプラ15プラス100センチのものとミニマリストパッド、この組み合わせでいこうかなと思ってます。はい、マットは一番悩むところの一つなんですけどね、ひょっとすると場所によっては変更するかもしれません。はい、でこの中にはですねこのスタッフサックはですねこれは G-PAX のこれ実は裏面を向けるとフリース素材になっている、ピローサックなんですよ。でこの中にはシュラフ、エンライトイクイプメント950フィルパワーの、キルト型のシュラフ入れております。はい、とても軽くて
キルト型なのでお布団のようにして使うこともできるというものです。ハンモックにも使えますのでね。あとそのこの中にはもう一つ、あのモンベルの、メリノのタイツも入れてます。まあ天板で寝るとき用のね、快適に過ごす用のためのタイツを入れてます。まあ若干ちょっとね、癖強めな感じなので、今紹介してるのが皆さんに適してるかどうかっていうとちょっとね、一概には言えないんですけど、何か一部でもどなたかの少し参考になればね、幸いだと思ってやっております。この後実際ちょっとパッキングをしていこうと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ではパッキングの方していきます。はい、今すべてパッキングを終えた状態でこのように自立してくれてます。自立してるとね、何かと取り扱いが、休憩時などね、ザックから荷物を出す際が楽だと言われてます。はい、でこの中には食料や燃料などはもうすべて入ってるんですけど、このペットボトルの水ですね、それだけまだちょっと足されてないのと、さっき言ってましたあのナッツ類、行動食ですね、それを足した状態が実際の本当の行動時の総重量ということになります。で実際今からですね、この重量がどれぐらいなのかをちょっと測ってみようと思います。はい、4.71 になります。まあ、4.71 ということはですね、これにプラス 700cc と、ナッツ類ということは、まあ850ぐらいだと仮定してですね、まあ全部で 5.5kg、総トータルの重量で 5.5kg ということになりますので、やはり3年ほど前のパッキングですと 15kg を超えてましたのでね、振り返ってみるとはだいぶ軽くなったなと今自分でも思っております。ただまだまだね、ギアの探求というのは続けていこうと思ってますのでね、より自分なりにこう快適なスタイルを模索中というところです。またこの動画がどなたかの情報共有でね、お役に立てたり参考になれば幸いだと思ってやっておりますのでね、今後ともご視聴のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。